2005年のバレンシアグランプリは、ロードレース世界選手権の2005年シーズン最終戦として、11月4日から6日まで、スペインのバレンシアサーキットで開催された。3クラス中唯一タイトル確定が最終戦まで、持ち越された 125cc クラス、ポイントリーダーのトーマスルティは2番手のミカカリオに23ポイントのアドバンテージを築いており、 カリオが勝ったとしても13位以上でゴールすれば逃げ切れる有利な状況となっていた。決勝レースではわずかな可能性に賭けたカリオがファイナルラップにマティア・パシーニを逆転してシーズン4勝目を挙げた。一方のルティはリスクを犯さない走行で9位。フィニッシュ、1966年のルイジ・タベリ以来39年ぶりのスイス人ワールドチャンピオンに輝いた。 最終的なポイントは、ルティ242に対しカリオは237と5ポイント差。カリオは、第14戦カタール GP での、チームオーダー無視事件によりちょうど5ポイント分を失っており、悔いの残る結果となった。250cc クラス決勝では、翌シーズンからのモートジッピークラス行きを決めている王者、ダニ・ペドロサが、ホルヘロ連想を抑え、 クラス最後のレースをシーズン8勝目で締めくくった。モート GP クラス決勝では、前戦トルコ GP でクラス初勝利を遂げたマルコ、メランドリがニッキー・ヘイデンとのバトルを制し、2連勝で年間ランキング2位の座を守り切った。ありがとうございます。